息子の手術のためにお金が必要です。募金をしてください。お願いします、お願いします、お願いします。マニー、お願いします、お願いします。マニー、お願いします、お願いします。マニー、お金がたくさんだちょー。マニー、マニー、マニー、ハーゲンダッツ。いただきます。うん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 、やみー。あ、せっかくお金貯めたのに使っちゃった。もしもし、キーコさん、お金はいつになりますか？ヤネスケ君は1分1秒争ってます。はい、なんとかしてすぐに用意します。こうなったら力ずくで奪うしかないわ。今すぐお金を出しなさい。さもなくば。はい。え、ちょっと少しは抵抗しなさいよ。逆に悪い気持ちになるじゃないの。今日でこの仕事辞めるんで勝手にどうぞ。あそこの ATM も結構お金入ってるんで壊しちゃってください。おりゃ。黒に一点掛けよ。募集です。ふざけんな。当たったわ。今のは不正行為に当たるので。うるさい。このお金でヤネちゃんを助けられるわ。今行くからね。おい待て待て。約束通り手術代の1億円持ってきたわ。ヤネちゃんもう大丈夫だからね。サンキューお母さん。え、実はゆうと。はい、なに。俺のこと車で引いてほしいんだけど。そんなことできないよ。100円あげるから。100円もくれんの？ありがとう。ついてきて。はい。あんた、ずっと騙してたのね。お母さん、殴ったこと反省したんじゃないの？おそがみキーコー、動くな。お前は完全に包囲されてる。なんでバレたの？コンビニ店員から通報があったんだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。なんで大金が必要なんですか？私には可愛い可愛い息子がいて、その子の手術代を稼ぐためよ。優しいお母さんですね。その理由ならマスクも取って堂々と盗むべきですよ。確かに。マニー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 。警察ですか？強盗に遭いました。マニー。じゃあ、あとは楽しんで。待てー。お母さんはいなくなったし、お金はたくさんあるし、最高だ。いけ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 。ニュースです。コンビニからお金を盗んだ遅髪キーコを政府軍が追い詰めました。だいぶ苦戦してるみたいだな。いけ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 。速報です。遅髪キーコが政府軍を壊滅させ逃走しています。お母さん、随分と早いお帰りだね。さすがにもう手は出さないよね。あんた史上最強のバリアを張っておきなさい。バリア！
要があります。なので授業は体育だけにします。そして体育教師以外は全員クビにします。体育教師以外は逮捕。自衛隊から来た体育教師の山下、今日からお前たちを鍛える。1時間目は体育だ。体育なんて最高じゃん。全員スクワット1億回、スクワット1、はい2、はい3、はい4、アップいくな、まだなしね、ちゃんとせよ。こりゃダメだ。ということで関税についてキイコ総理のご意見を頂戴できればと。臭いわね。総理いい加減にしてください。国民も怒ってます。総理の仕事は国を守ることです。自分の好き勝手することでは。クビー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 。で、マッチョ内閣の完成。やー、マッチョ最高。あ、ねえねえねえ、こんな法律どうかしら。わからないけど、いいと思います。そうよね。じゃあ新しい法律作っちゃおう。やあ、渡辺翔太がこの世で一番尊いです。なので全てのお店はショッピングッズ以外売ってはいけない法律を作ります。行ってきます。行ってらっしゃい。学校頑張ってね。ショッピングッズしか売ってません。本当かお前、早くぞ。やめてください、やめてください。お前、ショッピングッズ以外売っているな。営業停止。でも、でも無駄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 
あらやれちゃん、いつからいたの？お母さん、もう総理大臣はやめろ！やめるわけないでしょ！バリ、遅い！日本が終わるぞ！いい加減やめろ！知らないわ、やめたくないもの。いい加減にしろ！ハーゲンダッチ！え？やったか！よくもやったわね！うわぁ！見ろ！みんな困ってるんだ！お母さん暴走をやめてくれ！娘の生活を返して！悲劇が起きました！こんな情勢の中、千年に一度の嵐が日本列島を襲い、大洪水の予想です！日本はもう終わりです！千年に一度の大嵐だ！母である私が子供たちを傷つけちゃいけないわね。私、やりすぎたって認めるわ。私は総理大臣よ！この国を守るのよ！ちゃん、みんなに悪いことしたわね。私、総理大臣なんて向いてなかったわ。本当だよ。前の総理に戻した方がいいわよね。これ、委任状。私がこの委任状、前の総理に届けてきます。キイコさんは休んで。ありがとうございます。キイコさん、お大事に。はい、皆さん、今日は磁石をやっていきます。授業なんてつまらないし、ゲームしちゃおう。はい、で、これがこうで、それ持ってやるからして、おい、やすく、お前何がこれやるまで死んだ。あー、これはもう親御さんに言うしかないな。節約節約、うまい棒入れて、コッポタージュ作ろうっと。そーれ、ありゃーり、ありゃーり。はい。え、三者面談？どんな教育をしてるんですか。学校でゲームをする子なんて聞いたことありませんよ。でも授業よりゲームの方が楽しいし。先生に口答えするわけしかない。お母さん、ちゃんと叱ってくださいね。すいませんでした。やねちゃん、ゲーム好きなのはいいけど、もうやめてね。うん、ごめんね、お母さん。分かってくれたらいいのよ。さあ、帰りましょう。行け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 。賞金は何に使いましたか？ Yes, we bought a new car and house, which is super big! あんた、ゲーム好き？そうだけど。ゲーム、好きなだけしなさい。え？やったー！うわー！いけ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 ！これが新しいゲーム環境よ！すっげー！嬉しい！あなたはプロゲーマーになって、世界大会で優勝し、32億円を手にするのよ。え？さあ、練習行くわよ。何これ？
エイム力をつける練習よ。右のも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 全然ダメね。次は反射神経の練習よ。うわっ、なんだよ。避けてみなさい。よろしくお願いします。ニン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 うっしょー。ちょっと何見てるでござる。すっげー。あーここは忍者学校、立派な忍者を世に送り出す学校でござる。お主たち座る座る。お前ら何まきびし巻いてんだよ。はぁ、おい、影分身で出席を取るなんて言った。まさかお主なのか。なんでお前は影分身じゃないんだ。拙者が見つけてくるからお主はちょっと待ってるでござる。よし、そろったらまずは忍び足の授業でござる。忍者はバレずに目的に近づくのでござる。にんじゃあ、あの遊具まで走って登ってみせよ。ニンニン、そこまで来てもらいます。やめてください。先生が一番うるさいですよ。次は飛び道具の授業でござる。敵にバレない力攻撃するでござる。にん、それでは全員切り向かって手裏剣を投げろ。にんにんにん、ああ下手くそげ。こうなったらできた。おい、下手くそ小僧、そんなんで忍者なんか目指してるでござるか。手裏剣に自動追跡機能をつけたんだよね。身代わりの術でござる。お主の攻撃なんて拙者に当たらぬ。バーク、バーク。あ、もう一個投げてました。それでは学校は終了でござる。トイレ行ってこよう。お主ら、くの市のトイレ一緒に覗きに行かねえか。バレないかな。我々は忍者ぞ。バレぬバレぬ。お主たち、忍びの術を使ってよからぬことを考えてござらぬか。いえ、ただの練習です。忍びの力とは世の中のために使うものでござる。それを肝に銘じ。どうなってんの。くのいちのトイレを覗こうなんて100万年早いでござる。このスケベ忍者ども。強いくの市でござるな。お前もだ。ついに今日は日本の凶悪犯を倒すという期末テストだ。これで見事に成功したら忍者の称号を手に入れられる。その相手がこいつだ。細上恵子、屋根助のお母さんだ。とうとうこの時が来たか。皆の者、健闘を祈る。さあ、アフラアフラ。さあ、ここから無防備になった瞬間に奇襲をかけてやる。入浴剤で綺麗になるぞ。あ、こんなとこにいい入れ口があった。よいしょ、綺麗になるぞ。ルン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 ルクルンルク、ドバドバドバ。あ、ショッピーのライバルのお姉さん、行かなきゃ行かなきゃ。
られたようだな。手強いわね。だが俺はどうかな。5秒も経たずに死んでしまう猛毒だ。何これ、私毒は大好物なのよね。なんだって多重影分身だって。あら、ヤネちゃんの友達、毒のお返ししてあげるわ。なんて毒だ、耐えられねえ。なんて術を使うんだ。私に任せるでござる。あ、お茶持ってこう。何だったんだろう。まあいっか。ヤネちゃん何やってんの。できた。制作期間3日、50万円貯金箱。たくさん貯金しよう。貯金箱作ってやるよ。はい、じゃあ皆さん夏休みの自由研究を見せてください。クリアできない迷路。アフロのマイメロちゃん、夏休みに出た一番大きいウンチ。つまらんもんばっかりだな。やねすけは、お母さん貯金箱です。なんだこれ。先生、お母さんの口にお金を入れてみてください。もうなんだよ。あん、取り出すときはこうです。すごいな。このボタンを押してお金を取り出せば。あれ、おい、俺の金返せ、返せ俺の金。ヤネちゃんのおかげでたくさん稼げたわ。リンリンリン、おい、俺のお金返せ。いけいけ、蚊がいたから退治しただけよ。お母さんのせいでビクロイできなかったじゃん。そんなにカッコしないの、蚊だけに。覚えとけよ。もう年寄り。さあもうこれだから夏は嫌いなのよ。え、何？ブツブツも似合ってるかしら。似合ってるよ。かわいいね。ガッチーン。もう怒ったよ。黙れー。
どう？お母さんとに線香は。母さん、ご飯だよ。ほら、美味しいだろ。じゃあ皆さん、英語で愛してるは何と言いますか？俺がかけに行くか。ありがとう、ゆう。これは不正解だ。合ってるよね。え？正解だ。さすがタンキーの兄貴。だって俺たちワールド有名だ。マジグリ。いや、ちゃんと英語で書けよ。間違いだろ。はん？じゃあ算数の問題を解いていこう。この問題わかる人。わかんねえ。65,810,114,514アロワルガル5乗。正解だ。算数は基本的にジャンルで分けて考えると分かりやすい。10億円を10億円足す算数、1億円を10億円足す算数、太陽の10億円と10億円を足した数を考えると、全体の答えにたどり着くぞ。わかりやしい。今日は50m走だ。子供は走ってなんぼだからな。位置について、よーい、ゴー。いけー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 。待機36秒、若葉40秒。ハイキーの兄貴、はい。位置について、よーい、ドン。ヤネスケ 0.5 秒。あいつ気に食わねえな。ああ、やっちまうか。ヤネスケ、お前すごいな。こんな記録見たことないぞ。さあ次はバスケでみんなで勝つぞ。おい、貧弱陰キャラ教師。あ、はい。死にたくなきゃお前とっとと出てけ。お前調子乗ってんな。別に。万事組に歯向かうだったら、やっちまえ。お前さ、助けてやろうか。え？お前算数の授業の時俺のこと助けてくれたじゃん。お礼にこの学校の生活に馴染めるように手助けしてやるよ。ヤンキーは情に熱いって本当だったのか。その後、俺はこのヤンキー小学校に馴染むべく、身なりや言動全てを変えていった。そして万事組に入会することになった。さあ、ロミオとジュリエットはどんな関係かわかるかよね、つけ。マブダチバイヤネスケ。すいません、走り太郎くんが怪我をしたみたいで。どうした？隣のクラスの紫組の奴らに襲撃されました。許せ。紫組、あの隣のクラスの凶悪グループ紫組か。はい。おいお前ら、こん中でひよってるやつ言えよな。紫組潰すわ。うわ。うちのバシリをよくも遊んでくれたな。おめえらのことも遊んでやるよ。構想じゃこれ。うわ。もう屋根助の家で遊べないしな。公園で遊ぶしかないか。もう一回だけ行ってみる。いいね。おい、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 こじり、おい、痛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 い、
何してんのあんたたち。いい加減にしやがれ。もう屋根付きの家は諦めるか。ああ、公園で遊ぶしかないか。いや、まだ勝機はあるぞ。え？ただいま。お帰り。今日もあいつら入りさせないわよ。大丈夫だよ、来てないから。玄関にはね。よし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 した方が勝ちみたいだ。さあ次は誰かしら。あんたたち何言おうせんだよ。門町よ。門町の門町よ。あとはあの元凶のクソ息子ね。怠慢で勝負しようじゃないか。望むところよ。これでもう懲りたかしら。さあね。お母さんがバケツを使ってペンキを撒いてる間にまた試しを食べに来てた浜井先生を身代わりに使ったのさ。これで俺の勝利だ。だから何塗られても私はまだまだ戦えるわ。あんたたち人の家を使うときはマナーが大切なのよ。はい、ごめんなさい。ま、分かってくれたらいいの。マナーを守ってくれたらまた遊びに来てもいいわ。え、いいの？いいわよ。みんなちゃんと遊んでるかしら。ハッピー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 みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテー。なにな に息子で人儲け。お小遣いはなしのバッナーハッテー。